どうも、中広 GT です。ご視聴ありがとうございます。今日はね、8月12日ですね。はい、5時25分です。はい、今日はね、天気も良さそうですけどね、確実に暑くなるかな。はい、大体なわけで、どこに行こうかと申しますと、大ラボというところにね、行ってみたいと思います。はい、ひょっとしたらね、行けないかもしれないです。どうなるか分かんないです。それはなぜかというと、そこまで行けるかどうかなんですよね。その道がひょっとしたら通行止めかもしれないんですけどね。その大ラボってね、まあ静岡市だと思うんですけど、めちゃくちゃね、景色がいいらしいんで、今日はね、割と晴れると思うんでね、行きたいと思います。まあかなり前から行きたかったんですけど、でもとある元ブロガーさんが行った時は通行止めで行けなかったらしいんですよね。でも結構それもう2年ぐらい前かな。で、 Google マップね、見て、まあ、写真とか載ってるんですけど、その写真見る限りでは、割と最近の写真が載ってるんですよね。なんで、しかもね、それでバイクで行った人の写真が載ってたんで、あ、行けるかなっていう感じですかね。なんで行ってみようかと思います。まあちょうどね、多分ね、世の中はお盆休み真っ只中って感じですけどね。まあなんで、まあ朝掛けすればね、まあ空いてるかなって感じで、出てきましたけどね。はい、でもね、走ってると気持ちいいですね。もう最近もう暑くてね、もうね、なかなかエアコン切れないみたいな。よし、今日は天気が良さそうだね。もしまあ大ラボ行けなかったら、まあひょっとしたらですけど、日本平とかね、そういうところ行こうかと思います。はい、その大ラボっていうのはね、新東名のね、新静岡のサービスエリアの近くなんですけどね。まあ新東名で行けばすげえ楽なんですけど、ちょっとケチっていきます。このまま、下道で行きは行こうかなと思います。はい、この辺はなんか工事やってますね。この辺はなんか高架になるらしいけど、どうなるのかな。高速道路につながるのかな。だいぶできてきてるね。本当に久しぶりに来たけど、全然違うわ。こんなね、橋脚なかったですね。案外早いかも、完成は。よいしょ。はい、ちょっとよいしょ、よし、28度。はい、はいはい、よし。いや、絶対暑くなるよな。まだ5時39分だぜ。
ここでこの暑さは止まると暑いね、かなり厳しいです。これから厳しくなってくからね。まあ今日はねびっくりするほどの遠出じゃないから、まあだからといって油断はならないけど、はい、水分補給しながら行きたいと思います。ここね清水インターの近くです。はい、まだまっすぐです。ちょっと腹減ったぜ。次かな、次だっけ、まだ見えない。あ、ここかな、ここですね。ここで降りたいと思います。川根本町方面に行きます。よいしょ。いや、ひょっとしたらうちからノンストップだったんじゃないかな。ナビをしたいんだが、で大ラボはねそんなねこっからは遠くないですね。もうすぐそこじゃないかな。で俺が不安視してるのはひょっとしたらダート部分があるかもしれないと思ってますんでね。どうかな、それが怖い。よし、多分通行止めは多分ないと思うけどな。行けなかったら戻りましょう。この逆方向に向かっていけば海に出れるんで、行って多分久能海、海岸を走って日本平行こうか。で行けた場合はねひょっとしたらこの、ね、静岡サービスエリアから乗っちゃうかもしれないです。そのね120キロ区間ってやつね、ちょこっと走るかもしれないです。どうするかはまだ未定です。はい、いや天気いいね、でも気持ちいいな。なんか久しぶりにツーリングしてるなって感じですね。この車はなんだ、そこ曲がんのね。よし、いやオールクリア。あ、気持ちいい。この辺はあれだね、気温が低いんじゃない、26度、涼しい。いや気持ちいいわ、やっぱ山はいいね。ねどっかで左に曲がるんですけど、お橋があるね、あれだね。看板とかは出てないと思うんだよね、その大ラボっていうとこね。なんでちょっとさすがにナビしていかないと分かんないと思う。多分、ね、そんなにね有名な観光スポットではないので、はい、これが第二東名、新東名。よし、その新東名の下を、走ります。でこれをねまっすぐ行けばその静岡サービスエリアですね、まあ、そこからスマートで乗れるので、いやでもやっぱ帰り乗って帰るかな
これさ絶対熱くなるよ、うん、はい、よいしょ、止まり、はい、止まりました。交通量少な、よし、そこを左に行けばその静岡サービスエリアですね。でも僕はちょっとまっすぐ行きます。はいはい、どうしようかな、ナビってか分かんねえもんね。ちょっと良さげなとこで、よし、ちょっとナビをやっぱしていこうか。ちょうど6時ですね、今ね。はい、ナビりたいと思います。お気に入りに入れてるはずなんで、ここなんですよね、ハートマーク、うん、ナビ開始 OK、 OK ですね、うん、お気に入りに入れてたんですぐスタートできます。ここは南、これなんて読むのかな、南なんとか街道らしいです。よし、行きましょう。よし。よし。行くぜ。2.3 キロ先を左折。はい。ここを左です。よいしょ。こっからすごいよ、道が。今ナビ見たけどぐにゃぐにゃです。しかもなんていうか峠道のようなぐにゃぐにゃじゃないね、もう農道のような、なんていうかある意味厳しいかもしれないです。よいしょ、あ、結構登るんだなやっぱ。はい、こういう感じの道です。でもまあまあ大丈夫か、こんな道だったらね、いいけどね、ずっとね、ダートになんなきゃいいっす。はい、まあ、ね、こういうくねくね道ですね。いや、でも新鮮だな、新しい。慌てる必要はないんでゆっくり上がっていきましょう。まあ、後ろから車なんてほぼ来ないと思うんで、まあ、来たら譲りゃいいし。はい、ここから山道って感じですね。おお、結構あれだよ、結構な道ですね。はい、気をつけていきましょう。いや、今ねフォトクロミックシールドをつけてるのでだいぶ眩しさも緩和されてます。素晴らしい。いつもだったらめっちゃ眩しいけどね、ここ。よいしょ。いや、なんかね、なんだっけ、あそこ白石岳だっけ、そこ行った時になんか似てます。いや、こういう道なんですね。ただ舗装されてればなんとかなる。でもこういう道も久しぶりだね、僕もね。このバイクじゃ初めてじゃないかな、ひょっとしたら。工事中大丈夫かな。徐行、通行止めとは書かれてないので多分大丈夫でしょう。あ、この辺なんか崩れたっぽいね。ひょっとしたらもう行けるようになってるのかな。まあ、こういう道はこのバイクがあまり
得意ではないとは思うので、うん、ただ失速しちゃうと立ちこけもあるからね、気をつけたいですね。車が来た、すげえ、車が来たってことは行けるってことだね多分ね。よし、でもこんなとこ通るからね、ひょっとしたらその大ラボっていうところはかなりマイナーなところかもしれないです。俺も知らなかったもんだ、うん、いやー、すねのあたりが熱い、エンジンの熱でよいしょ、よし、いやー、まあまああるな、こんな道がしばらく続くと思います。多分ゴールまでこんな感じかな。いやでも俺的には楽しいです、こういう道もこけなければね。で案外道が汚くないので大丈夫ですね。車で来た場合は離合が大変かもしれないけど、よいしょ。でもね、カーブミラーもちゃんとあるからね、割とちゃんとしてる道路かもしれないです。確か大ラボまで行くね道、あの Google マップあるじゃないですか、あのねストリートビューがね確かなかったんだと思う、うん、だから道がどうなってるかね分かんない、うん、これでこんな感じの道でダートだったら厳しいな。よし、いやカーブミラーがついてるから助かるな。なんか峠道を越えたような感じになりました今。今度下りですね。お、大ラボって書いてある、ひらがなって書いてある。ちなみにですね、大ラボっていうのは大たらぼっちのどうやら足跡のようです。あ、行ける、大ラボって書いてある、ほら山頂、あ行けるね。ここでね通行止めだったんですよ確か、で行けなかったっていうのをね、そういう動画を見たことあるんで、そこが解除になってるってことは行けるってことですね。でもこっち来たら途端にカーブミラーがないです、気をつけたいとこですけど。で結構ありますね。で道は今のところ舗装されてるんですけど、というかこのガードレール何があった、あれかな、木が倒れてきたのかな。おいおいおい、まあ舗装されてるんでよかったな、とりあえず、まあ、途中で終わるかもしれないけど多分されてんじゃないかな。はいはい、ゆっくり行きますよ、ここは攻めるとこじゃないので。よいしょ。でもこのバイクでも割とねこうやって安定して走れればこんな道でも大丈夫ですね、怖くない。かえってね止まっちゃうと危ないですね走ってた方がいい。あとそんなにね勾配がきつくないので、まあなんとかなりそうですね。でこの辺はストリートビューがないとこなんで、よし、ただカーブミラーがないから怖い。今のところ来たら結構やばいね、あそこで止まっちゃったら立ち動きするかもしれない。はい、あとなんかトンネルっぽいのもあるのかな、
歩だともうちょいありますね。あ、この辺なんか崩れたんでしょうね。修復したような感じが跡があります。これ確かいつ崩れたんだっけかな。確か去年じゃないんですよ、もっと前に1回崩れたんです。去年の台風19号じゃなくて。よし、ここヘアピンカーブ、でも相当ね穴場スポットだと思いますよ、今から行くところは。ガイラボはね、ハイキングコースなんですよね。で、割と初心者におすすめなって書いてありました。どっかね、もっと下の方に駐車場があるらしいんですけど、そこから歩いていくっていうのもね、多分この道じゃないと思うんですけどね、多分あるんじゃないかな、山道みたいのが。でも山頂までね、車で行けるって書いてあったから、多分バイクでも行けるでしょうね。はい、どのぐらいやと。お、あと 500m で大ラボ。あ、でもよかったな、こういう道で。あと駐車場がどんな感じになってるかだな。お、もう着くね。着く着く。おお、なんか鶴が道路を塞いでる。もう着きますよ。ただね、こっちの方行くとカーブミラーがないので気をつけましょう。お、すごい開けてきた。これは期待できるんじゃないでしょうか。おおおお、いや、でもちゃんと舗装されてるからね、よかったわ。なんでストリートビューないんだろう。あ、もう到着ってなってる、ナビだと。上がどうなってるかわかんないですよね。駐車場とかあんのかな。はい、到着。ここ？ここですね、どうも。はい、大ラフを着きました。はい、駐車場そっちだな。はいはい、おー、すげえ景色。こっから見えるんだけど、ちょっと待って。この辺止めますか。ちょっと無理よ。一足入れたまま。はい。いいか、このまま止めとこう。よし、ちょっと降りるで。よいしょ。大ラボって書いてある。こっからすごい景色が。はい。まあ、ちょっくらちょっと見てこよう。このまま。鍵だけ抜いて。携帯を持ってきまして。はい。大丈夫だね。はい、ちゃんとトイレもあります。いや、眩しい。多分こっちかな。すいません、鼻息とか荒いかもしれないです。お、富士山も見える。ちょっと待って、すごい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 。これカメラに収まるかな。いや、すごいぞすごいぞ諸君、この絶景を見たまえ。うわ、すげえ、なんじゃここ、すげえ。見える？みんな。川がさ、こうやって流れてて。で、富士山があっちに見えるの。で、駿河湾も見える。すげえ。ちょっと、あれだけどね、霧が、霧
尻っぽいけどね。よし。いや、すんげえよ。ちょっとね、バイクでここまで来れないけど、あれが新東名ですね。ごめんなさい、息荒いです。すごいこれ。ちょっとあれだけどね、もっと早く来れば。ちょっと太陽が出ちゃって、うん。で、富士山も見えてね。いやー、いいね。はい、ちょっと縦の写真も撮っとくかな。なんか車の音がする。はい、まあこんな感じでした。ちょっとバイクが心配なんで、うん、はい、おすすめです。ぜひともなんか絶景を見たい方はこの辺でね、ラーメン作りたいですね。ただちょっとバイクが心配。オフ車だったら入れますからね。で、その Google の写真を見ると、バイクでそこまで入ってる写真とかね、あったんで、俺のバイクも入れるかなと思ったんですけど、ちょっと、俺のバイクじゃ無理ですね。はい、そんな感じでした。うん。まあ、第1話はね、こんな感じで。うまく撮れてるかな？撮れてればいいか。はい。まあ、そんな感じで。第2話に続く。ここまでご視聴していただきありがとうございました。